はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ今回は SWCC の2次予選、こちらをメインにですね9試合しっかりお見せしていきたいと思います。そして後半はですね、皆さんお楽しみ、現在やってきております戦術別ガチャ、こちらのですねリベンジ回ということで追加で50連、やっていこうというふうに思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。オープニングで声が裏返って大変恥ずかしかったんですけども、さあ SWCC 二次予選をやっていくにあたってですね、ちょっと軽くチーム紹介だけしていきましょう。まずはサイドアタック、ミクレス監督の暁のきらめきということでね、オランダ染めのチームが、まあ、とりあえず総合値33万3000というところまで伸ばした、ということでね使っていっているわけですけども、なんとか勝てそうなチームができていて嬉しい限りでございます。そしてカウンターですね、サンジクリック監督、黄金の流星群ということで、チームさらっと見るとですね、ワールドスターズチームに加えて AC ミラン、そしてユベントスなどなどカウンターチームのハイブリッドチームでやっているというところになります。で、すいません、もう一個新しいところで言いますと、こちらフランス染めですね、デキャン監督の総計の派遣というチームですね、総合値32万3000ということで、まあ、こちら完全なるフランス染めというところでね、なんかちょっと美学を持ってやってるところではありますけどもというところですね。そして一番古いところになってしまいますけども、バルセロナ染め、こちらポゼッションですね、総合値32万というところで、まあ、なんとか4つの戦術それぞれ総合値32万超えできているということで、今回の SWCC、ね、環境は整ったというところで、最終予選の、ね、結果も楽しみなんですけど、まずは2次予選突破しないといけないということで9試合やっていきましょう。はい、では早速やっていきましょう。ダイヤモンドディビジョンの2次予選1試合目でございます。相手はカウンター黄金の流星群というチームですね。まあ、今までであればですね、僕はサイドアタックチームが整ってなかったので、対カウンターはですね、こちらも黄金の流星群カウンターチームでね、ガチンコ対決いきましょうなんて言っているところだったんですけども、いやー自信満々サイドアタックチームができましたので、こちらで対戦していきたいと思います。お願いします。いやー楽勝と言ってしまってはですね言い過ぎなんですけども、めちゃめちゃ安心して見てられる、あの得点が取れること以上にですね攻めいられない、これめちゃめちゃ安心、嬉しい。はい、2試合目いきましょう。相手は中央突破総計の派遣ということでね、フランス止めのチームなので、こちらはまあこれはなんとか黄金の流星群チーム頑張ってもらおうと思います。お願いします。これがねやっぱ不安というかね出てしまいましたね、引き分けに終わってしまいました。相手のね中央突破フランス止めのチームってやっぱかなり堅守のチームで、まあ守り型のチームなのでちょっと攻め入りづらいで、一方我々のカウンターチームはですねやや攻撃力に乏しいということで、まあ、この結果が読めてしまうところではあったんですけども、ちょっと対策が取れていないので、積極的に攻めろとかね、そういう指示をするのもありなんじゃないのかなというところをですね考えないといけません。はい、3試合目いきましょう。相手はカウンター黄金の流星群の総合値33万7000ということで、かなり総合値的には劣るんですけども、こちらはサイドアタックチーム最新のチームなんでね、到達していきたいというふうに思います。お願いします。 1-0 という得点差以上にですね、やっぱり相手もかなりですね、なんだっけいつも最近名前忘れちゃうんだよな、ジョーカー選手か、ジョーカーの選手をですね使ってきていて、後半まくってきてるんですけど攻められないんですよね。これはちょっとサイドアタックオランダ染め強いな、嬉しいな。はい、4試合目いきましょう。相手は中央突破総計の派遣ですね。これ、今日の2試合目と同じ流れになりますので、ちょっとね選手への指示、点を取りに行け、いいですね。これでなんとかね、やっぱり相手のチームディフェンス型なので、こじ開けていかないといけないですね。ちょっとこれで試してみましょう、お願いします。はい、こんなような感じでねチーム全員のオフェンスがショーアップするという形になります。どうやらこれを見た感じ逆効果だったみたいですね逆効果じゃねえかよ。うわー、あんだけ総合値の差があって戦術有利があってちょっと厳しい結果になっちゃいましたね。うわーしんどい。はい、5試合目いきましょう。相手は中央突破青蛇の再冠ということで、これはまた違うタイプの、こちらはインテル染めですね。
点を取りに行け逆効果だったっぽいので指示をしないという形でカウンターチーム、いやカウンターチーム強いと思ってたんだけどな、どうもまた流れが変わりつつあるっていうところなんでしょうか。よろしくお願いします。はい、今度は勝つことができましたね。何か傾向があるのかそれともたまたまなのか、ちょっとこの辺を掴んで対策できれば一番いいんですけどもね。なんか気づいたことがある方はぜひ教えてほしいぐらいですけども、勝つことができました。はい、6試合目いきましょう。相手はカウンター青靴の飛躍ということで、イタリア染めのチームとの対戦となりました。オランダ染めチーム活躍してもらいましょう。お願いします。いやほんとね、対カウンターは安心して戦えそうですね。2-0 ありがとうございます。はい、7試合目いきましょう。対中央突破、ほんと今回は課題が交互にね、対カウンターは安心、対中央突破不安というところがね如実に現れている形ですけども、相手総計の派遣、中央突破フランス染めですね。まあ、また選手への指示は特にしない形で挑もうかなと思いますけども、もう普通に勝ってほしいところですよね。いやかなり弱い、相性が悪いんですかね。こちらのなんだっけね、ワールドスターズ型のチームと向こうの フランス染め型のチームって戦術より取れてるのに今日全く調子悪いですね。どうしよう。はい、8試合目いきましょう。ちょっと負けや引き分けが多くて、なんていうんですかね、突破できるか微妙なところになってきちゃったので、なんとちょっと相手がねカウンターと中央突破が交互にやってきてるというところで、なんかちょっと調子出てこないんですけども、カウンター黄金の流星群チームサイドアタックオランダ染めいきましょう。お願いします。いやー今最後見てた皆さん、いやー最後見てた皆さん、これきつい、今の最後のコーナーキックきつい、くー勝てそうな試合だったのに、きー、いやーしんどいな今の、いやーしんどいな、このまま見てもらいましょうか。いやー皆さんしんどい、二次予選リーグ8位、まあ、8位だったら進出圏内なんですけども、いやとりあえずあと1試合やってから見ようか。うわ4勝2分け2敗きついな。ということでこのまま9試合目いきますけど、あーもう交互に来てるやん、見事に交互ですね。9試合交互に相手を、あーちょっとどうしようかなこれ、うーちょっとカウンターチームの、まあ青蛇の再冠はインテル染めなんで勝てると思うんですよ、カウンターチームで。こちらのフランス染めとの対戦の時にね、特にどうなるかっていうところは検証しないといけないんですけど、まあ、これはちょっとカウンターチームで素直に行かせてもらおうかな。はい、最終戦って言っちゃった、最終戦行きましょう。まあなんとか予想通りというか、このパターンは勝てるんだなっていうことが分かりましたね。 OK です。はい、ということで9試合終わったんですけども、二次予選リーグ5位ということで、なんとかこれは、いやー最終戦の結果が大きく響いたんじゃないでしょうか。 OK です。うわーギリギリ、まあでも全ての方がですね、9試合終えているということなので、先ほどの8位でも突破できたと思うんですけども、この勝ち点3、最後大きかった5位まで上げることができました。得点12点失点5点ということで、ちょっと得点力不足、特に、こちらのカウンターのチームがですね、弱さが見えてしまったかなというところで、最終予選に向けて少し、課題の残る形だったかなと思うんですけども、まあ、なんとか最終予選もですね戦っていかないといけないので、ガチャ動画の方行きましょう。はい、ということでガチャ画面にやってきたんですけども、今回はサイドアタックの戦術別ガチャ引いていきたいと思います。前回サイドアタックの戦術別ガチャ、50連引かせていただいておりまして、そちらの動画の方まだ見てないよって方は見てから戻ってきてくださると流れ分かっていただけるかなというところなんですけども、まずは前回のガチャ結果をおさらいしましょう。まあ、あの戦術別ガチャのスペックなんですけども、通常時の星5確率が 10% で、はい、そして特別獲得枠があるというところでね、まあ、5枚は、50連前回引いたので最低でも5枚は出ると、星5選手がねというところだったんですけども、前回5枚しか引けませんでした。これが恐ろしいほどの恐怖映像で、
通常時の星5確率 10% というところからは1枚も星5選手が出ないという非常に厳しいところとなりました。この、今見ていただいている画面からするとバーディーが3枚あるという形だと思うんですけども、バーディーはねジョーカー選手なので引けたのはめちゃめちゃ嬉しかったんですけども、その他の2枚はもうすでに売却しちゃいました。それぐらいいらない選手。新星5選手ね、サイドアタックからオランダ染めの選手が出る予定だったんですけど、そこが1枚も出ず、しかも特別獲得枠からしか選手が出ずというね、なんとも恐怖映像を皆さんにお送りしてしまったわけで、今回はねスマートな明るい動画になるように頑張っていかないといけません。ということでこちらのガチャはですね、メインはクライファートとファンダイク、この2名ですね。この2名が絶対に欲しいというところ。まあ、デヨング選手に関しては僕自身のチームにおいては必須じゃないかなというところですけども、オランダ染め強化になるよという選手でございますね。先ほど見ていただいたようにね、 SWCC でも僕のオランダ染めのチーム非常に強い活躍している。そんな中でね、クライファートとファンダイクを加えることができたらですね、総合値35万超えのチームなんていうのもね、夢じゃないんじゃないかなというところなんで、ぜひ引いていきたいところでございます。ではやっていきましょうか。50連怖いのよ、怖いのよ、前回の動画の結果があるから、よろしくお願いします。まず10連目いきましょう。だから10枠目は必ず星5選手が出るんですけど、必ず新星5選手が出るとは限らないガチャなので怖いんですよ、本当に怖いの。前回の結果があるんでね、とにかく途中で引いてくれないと、10% ですからね。あー、やっと出たー、あーこれは誰でしょうか。まあ、デヨングだったら嬉しいんですけどね。まあまあ、まずはオランダ染め選手出てくれ、よしよし。まあ、デヨング選手に関しましてはですね、バルセロナ染めのところで過去に出ているので、最悪、貫突させることも容易かなというところなんですけども、いやー、やっと通常枠から出てくれたら嬉しい。やっとなんか、一つ突破しましたね、壁を。こんな壁はとっとと突破。あー、来た！これは、レフトウィングだから、まあちょっと大した選手じゃないかな。はい、ヴィニシウス・ジュニオール選手でございます。これは、ごめんなさい。レアル・マドリード染めの時の選手になりますかね。いや、その時に出てほしかったところですけども、まあ、星5選手たくさん出てくれてる、最高！これ、またバーディーだろう。バーディー4枚目か。いや、嬉しいよ。バーディーはね、今、貫突させるべくですね、育ててますし、連携線つないでる最中なんで、今やってきてるイベントね、ワールドツアーですね、やりながらバーディーの連携線つないでるんで、バーディー4枚目突しやすくなりましたね。これはまあ嬉しいですよね。サイドアタック強化に直接的につながってます。 OKOK。 今回はまずね、星5選手3名出てくれて、ビニシウス選手はどんなパターンだったかな。あ、そうですね、フィニッシャー系統というところですね。はい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 。今さらちょっと戦力としては育てないかな。ドリブルの、どうしても、なんていうの、スキル要因になっちゃうかな。わかりました。はい、デヨング選手ですけども、まあもちろんね、レギュラー候補として育てることもできるし、ちょっとどうしようかなっていうところですね。うちのチームはね、負けレレが効いてるんですよね。ディフェンシブミッドフィルダーに関してはね、デヨング入れるのがもちろんいいパターンなんですけど、ちょっと考えます。はい、では今日はどうやら星5確率も通常に戻ったようなので、安心して引いていきますね。まずはクライファーと、ファンダイクの1枚目引いてくれないと始まらないんで、よろしくお願いします。20連目いきましょう。さあ頼む、ガンガン引いちゃって、星4。あ、来た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 、センターバック、これ来てる来てる、ファンダイク頼むよ、来い、やったー、よかった、1枚目ありがとうございます。ファンダイク選手、リバプール染めでね、過去登場していたかと思うんですけど、僕自身は中央突破リバプール染めは参加してないので、ファンダイクは1枚目、こっから突を頑張んないといけないので、数重ねてほしいところでございます。よかった、1枚目出た。あとはクライファート。クライファートも僕自身は、過去のね、なんだっけな、あれはサイドアタック何染めでしたっけね。
いろいろとファン、登場してるんですけど、それは持ってないので、トツ、頑張んないといけないので、まず1枚目。特別獲得額、いらねえいらねえ、マイケル・キーン、はい、即金コイン要員です。オッケー、なんとかファンダイク選手出てくれたので、これは喜ばしいことでございますけど、マイケル・キーンは前の動画でも出たんじゃないか？まあでもバファロータックル要員か。そうですね。一応スキル要員として取っておくという形ですかね。わかりました。ファンダイクにつけようかな。はい、ということで30連目いきましょう。とりあえず2枚ずつぐらい出てくれてるのはありがたいところ。まあ 2枚ずつぐらい出てくれるのが普通であってほしいところなんですけどね。よろしくお願いします。ファンダイクは出たんで、あとはクライファート。出るとは限らないのがこのガチャの怖いところではありますけども。まあ、通常時の星5確率 10% なんで、まずはそこを突破してもらって、さあ来い。いやー、星4だもんな。まあ、今日星5確定音1回聞いてるんでね。よかったですけども。いや、ちょっと厳しいぞ。ちょっと 10% 見せつけてくれよ。おーい。頼む 10%。いやー、もう特別獲得枠まで来ちゃったし、これは絶対いらないな。誰？ジェームズ？ウェールズ、ちょ、待って、ウェールズ終わったとこなのよ。インターナショナルカップ。苦労してインターナショナルカップクリアしたとこなのに。ちょっとジェームズ、もう一歩早く来てくれてればさ、楽にインターナショナルカップもクリアできたのに。メイアルアドリブル。なるほど、マンチェスターユナイテッド染めの追加選手ぐらいで来てた選手になるのかな。まあでもね、ドリブル系のスキルって結構枯渇しがちなので、まあスキル要因としては取っておこうかな。オッケーオッケー。はい、ということで本日の40連目になります。いや、クライファート出ないと終われないんだよな、このガチャ。確定がないからきついんですよね。単純に10分の1なので、クライファートが出る確率がね。いや、にしてもきつい。頼むよ。うわ、違うな。ちょっと一瞬星5と勘違いしがちなポストイットでしたけども、頼む。ちょっと待って、確率下がってきてるじゃん。ちょっと流れ悪いぞ。おい、 10% 持ってないな。しかし、あ、音下がるな、下がるな。うわあ、来た来たよ、よかった。おい、通常で出てくれよ、気まぐれの天才。来たよ、みんな来たよ。いや、これは確率的には出てくれていいのか。いやー、クライファート出たよ、気まぐれの天才。もう笑顔が、もう笑顔が怖いもん、クライファートね。え、若き天才でございます。やったー、40連目で出てくれた。はい、ありがとうございます。これが出ないと始まんないよ、クライファート選手。バルセロナ染めの選手でもあるんですけど、まあ、サイドアタックね。よし、めっちゃ強いよ。トリックシュート、プリズマティックドトラップの A ランク。これは突させます。ガンガン育てます。ありがとうございます。まあ、でも50連目まで引こうかな。はい、ということで、ボーナスの方もステップ10までやってきたんですけども、ステップ10に関してはステップボーナスないんですよね、このガチャはね。ステップ15までやってようやく通算ボーナスが一つ手に入るよというところなので、まあ、そこまで行く気がないので、この、最後ですね、もう100連戦術別ガチャ合計で引くことになりますので、クライファート1枚、ファンダイク1枚、デヨング1枚とバーディー4枚しか出てないので、最後です。本日の動画もこれで締めたいと思います。まあどうですか皆さん、戦術別ガチャって GB3000 で引けるのでお得感はありますし、まあ最近どんどんですね、まあ3ヶ月に1回ぐらいやってくるんですけども、内容も厚くなってるので、どんどん引く価値が出てきちゃってる。ただしいつも言うように、戦術別ガチャの後はですね、激アツの周年ガチャがやってくるというところですから、タイミング的にもね、引くの迷うんですけども、まあ、確実に、チーム強化にはつながる内容になってるんじゃないのかなというふうに思います。出てないな。はい、星4。
オランダ染めでしたね、フェルトマン選手。いやー、後半30連は残念ながらいやいや、通常からは出なかったですね。今日は3枚2枚1枚1枚1枚というところですから、50連で8枚、ちょっと少ないよね。ちょっと確率的にはしんどいところだなというところですけども、最後の1枚、これはまたビニシウス選手かな、センスビニシウス選手かなというところですけども、今日の動画の内容皆さんいかがだったでしょうか。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。戦術別ガチャをまさか100連も引くことになるとは。だって中央突破も引きたかったんだもんねえ。誰だっけ、ベンゼマ欲しかったのよ。まあまあちょっと置いときましょう、それはね。はい、最後この選手の登場です。ビニシウスの2枚目、今日は以上です。失礼します。